皆さんおはようございます。2022年8月11日、衆議院議員の原口和彦です。これ、なんていう花だったか。すごいこの紫のですね、爽やかな、こうバラにくっついて、絶対これバラじゃないですよね。自分で植えたはずなんですけど、これなんだかお分かりになりますか？すごい綺麗で、昨日一昨日の母の誕生日に食べきれなかったケーキをまたこの家まで母連れて迎えに行って、ケーキを食べました。とっても美味しい高木瀬の町にあるですねケーキ屋さんで、私も急速ダイエット中なんで普通はケーキは食べないんですけど、美味しかったですね。これなんていう木かお分かりになりますか？まあ後でググってみれば分かると思うんですけど、綺麗ですね。なんか今年初めて見るんじゃないかな、このあれは。よくこのバラの方はですね、プリンセスモナコとか、ここ可憐な色のバラが咲くんですよね。でこっちは宴は今年もう何回も咲いてて、ちょっと今中間の時期ですね。愛媛愛をこの後土に混ぜ込んで土壌をさらに豊かにしたいと思います。まあ愛媛愛って皆さんググってご覧になるとね、開発にかけたその愛媛愛のこの名前の由来もなんか涙を誘います。で昨日は大谷選手がすごい偉業ですね。イチローさんを抜く118本のホームラン、アメリカで日本人選手としては松井さんの次ですね。それから先達三振、そして104年ぶりのベーブ・ルースさん以来の、投手として10勝2桁勝利、そして、打者としては10本2桁以上のホームランというのは104年ぶりということで、昨日テレビでもたくさん称える言葉がございましたですね。でも私も朝早くからの試合だったんでずっと、見てましたけど、もうハラハラドキドキでですね。でやっぱりチーム状況は決して良くなくて、7回のマウンドに行こうとして、そしてそこで交代を、マウンドに行くエースに途中で交代を告げるなんていうのはもう普通ないですよね。表情を見てると悔しかったんでしょうね。その前にピッチャー直撃の打球でキャッチャー のスタッシーさんに支えられながら降りてくる。まあ試合は5対0で勝ってるんですけども、本当になんていうかな、100年に一度の選手だったらそれにふさわしいチームにいてくれよっていうことをお前も言えと、お前も言えって私にが言ったところで何か力になるわけでもないし、むしろそれはその中で一生懸命頑張ろうって決意してる彼に申し訳ないんじゃないのって言うと、何を甘いこと言ってんだと、見ろエンゼルスをと、もうポストシーズンの進出が絶望的だから若手のもうこれを試してるだろうと、エラーはするわ進塁はしないわ、あんなボロボロのチームでどうやってやっていけるんだって言うんですね。でもそれはそうだよな、もし同じロサンゼルスでもドジャーズにいたらですね。私生まれて初めてメジャーリーグの試合見たのはドジャーズ
ドジャースタジアムですね。ロサンゼルスといえばみんなやっぱりドジャーズって言うんですよね。あのエンゼルスはアナハイムっていう、そのロサンゼルスの南のあのディズニーランド のアナハイムエンゼルスっていうね、あれが長かったですよね。だからドジャーズにいたら全然違うだろうと、もう今だったら15勝も20勝もしてんじゃないかと。ヤンキースだったらもっと ホームランもジャッジ並みに打ててるだろうと、常にあの敬遠っていうか、もうギリギリのところを狙われて歩かしてもいいやっていう中で打ってる本塁打なんだぜって、その野球に詳しい、まあ、私もスポーツやってますがそれ分かりますよ。だけどあの中で25号の本塁打を打って、そしてゼロ封するって、3回足踏みしましたからね。その3回の投球だってヤンキースとかドジャースだったら勝ってる試合ですよね。だってもう6回までにほとんど0点なんですから。ピッチャーのその今の分業化されたメジャーリーグの中じゃ100点満点の投球ですよね。それでも負けがついちゃうって。でもそこで思ったのは、こんな状況の中でも心を折らずに、あの心をコントロールしてコツコツとその日やるべき最高のことをやるというこの姿はやっぱすごいなと思いますね。あのもう昨日だって6回でマウンド降りて7回に上がれなかった時は、またこれでその救援投手が今日もそうでしたけど打ち込まれてね、勝ちが消えるんじゃないかってまで、そんな心配をしなきゃいけないようなチーム状態であんなにやれるんだなって。ホームラン打った時にまあその気持ちが出てるのかなと思ったのは、いつもあのカウボーイハットをかぶるんですけど、彼はもうそれを拒絶するようにヘルメットをかぶったまんま、あの最後にベラスケスさんっていうあのショートのですね、まあ、打率は悪いけども一生懸命やってるあの遊撃手がキャッチャーマスクをかぶせようとするんですけど、まあニコリともしないわけですよね。まあいつもはなんかもっと笑顔があってもっと楽に、それは笑顔どころか痛くて痛くてしょうがないんでしょうね。まあその前々日かに足を甲を踏まれて、昨日はピッチャー直撃で、普通だったらあれでマウンド降りるでしょうね。すごいなと思いますね。あんな風にどうやってできるんだろうと。さっき子供と話してたら、あのお父さん感情のコントロールを、私よく妻にですね、和弘さんはあの本当はおとなしい人なのにこんなその義務感で世界こういう世界に入っていつも辛い思いをしてるねって妻が言ってたんですね。おとなしい人なんだと、息子にお母さんはそう言ってたよって言ったら笑って、おとなしいっていうか感情のコントロールをその小さい頃から学ばずに大きくなったっていうのが正しいんじゃないかっていうひどいこと言ってましたけども、感情のコントロールっていうか心を折らないでどうやってあんな風にできるんだろうって思いますね。日々やっぱり自分の足元を見つめながら、よくあのマラソンの時にですね、あの長距離を私も中学校とか小学校の時よく選手に駆り出されてましたけど、マラソンの極意っていうのはその足元を一歩一歩をこう見つめなさいっていうんですよね。遠くをあの見てしまうとその遠さに心が萎える。でも一歩一歩こうなすべきことを、その瞬間瞬間になすべきことをやっていけばですね、自然とその積み重ねができるって、大谷選手を見ててそう感じましたね。さて今日この後また佐賀の町もありますが、正直あのもう親しかった友親
親しかったというか、近くの友人たちにもコロナで、あるいはスタッフも一部あの家族にあのコロナが出て、事務所に来られないような状況になってます。皆さんもどうぞお気をつけになって、あの良い、ちょうどもうお盆の帰省ラッシュですね。帰省であのいろんな仲間がお前おっこってもうおるばいって言うんですけど、なかなかちょっとね会って食事をするみたいな感じにはならんですね。どうぞ皆さんもお気をつけになってください。自己防衛をしなきゃいけないなんて社会はろくでもない社会ですよね。あの自分が勝ち組がだと思ってる人が、勝ち組って嫌な言葉ですね。負け組っていう言葉がそれにあるわけだから、私は絶対使わんけども、あるあの調査では自分を勝ち組だと思ってる人が、まあ、あの維新の支持になるんだという調査を誰か言ってましたけども、その沈む船の中のイストリゲームで勝ち組だと錯覚してもみんな沈むんですから、船全体を沈まないようにする、浮揚させていく、この積極財政が必要だし、消費税はなくすべきですよ。いらん、付加価値に増税するから、こんなもう学ぶ喜び、もう学問の進めどころかですね、学問をしても何にもならんのじゃないかって、そんなのもうもったいなくてしょうがないですよね。だって今夏休みなんで、あの今年は例年にまして勉強の仕方、あの5原則をもう一回教えてくれっていう人が多いですね。学ぶ喜びっていうのは新しいあの真実に出会う喜びでもありますよね。あの数学が大嫌いでジンマシンが出てた時に、私の担任の寺田信明先生が、あの方フィールド賞候補でしたけど、中原中也さんのですね詩を試験用紙の上に書いてくださって、まあ本当に読みにくい汚いっつったら先生に申し訳ないけど、天国にいる先生に申し訳ないけど字でしたけど、その詩のリズムと試験数学のリズムが同じだって気づいた時に、数学ってもうパラダイスになりましたね。学問ってそういうもんなんだろうなと思いますね。はっと気づいた時のその喜び、新しいものをページをめくった時のその嬉しさ、美しいものにこうやって出会った時の感動、そうですね、アハ体験って言うんですかね。あの健一郎先生がそうおっしゃってますよね。脳っていうのはそれをすごい報酬に感じるんですよね。脳の報酬っていうのは、まあ、学問の進めにはとっても有効だと思いますね。勉強は楽しいです。あの勉強をする、しかも計画を立てる、そしてそれはあの同じ時間に同じようなことをやる、そうするとあのそれこそここもそうですけど、取ってるところは草が生えませんよね。取らなくなるとこうやって草が生えてくる。脳も同じですもんね。同じところをこう通ってると、この草は生えずに、まあ、その勉強が楽しいと思うルートが広がっていくんですよね。あと7時間ルールっていう僕は作ってましたけども、7時間以内に予習復習するとですね、忘れにくくなるんですよね。忘れにくくなる、つまり心理学の、まあ、難しい言葉を使う必要ないんですけど、ショートタームメモリーっていう短期記憶から長期記憶に記憶の倉庫を移すことができるんですね。記憶の倉庫を移すことができたら、ショートタームメモリーっていうのはメモリーも限られているからすぐ消えちゃうんですよね。ロングタームメモリー、長期記憶っていうのは長く残るんですよね。そういうあの学びの
やり方ってのはあるんですよね。あるいはその理科を勉強した後は社会を勉強せんとかね、数学を勉強した後は理科を勉強せんと、まあ、右脳と左脳って厳密に分かれてるわけじゃないんでしょうけど、その科目によって英語の次は国語を勉強せんと、左脳はせんということもよくやってましたね。それから長い時間ダラダラとはせん、そんなこともやってました。あのまたどっかの YouTube に載せときますんで参考にしてみてください。じゃあ学問のすすめ、どうぞ良い一日を。これはプリンセスモナコっていうバラだったと思います。綺麗なピンクと白のグラデーションですね。ごきげんよう。本当ですね、勝ち組の振りとか見にくいだけですね。みんな気づいて全体を上げようっていう、そういうことになってきますよね。あれどこ行ったかな、これか、こっちですよね。ではごきげんよう、良い一日を。